世や世屋聖夜は、京都府宮津市北部にある地区の名称である。かつての与謝群世谷村にあたり、地区の中では最も規模の大きい、下世や急斜面に民家がへばりつく、松尾、かやぶき屋根で有名な、城西屋、手すき和紙の里であった、畑、都市からの愛ターンも受け入れ先となっている、きこのも集落が含まれる。宮津市の北部に位置し、 宮津湾から2の7トルほど山中に入った場所にある。面積は2 6 6 4トルであり、自然体1 6 9 8 3トルの約15%を占める。地域で最も自然度の高い植生を残しており、伝統的な里山集落景観を残した地域として注目されているが、与野地区の人口は1963年。 昭和38年の38豪雪を沖に急減し、2008年、平成20年時点で128人まで減少している。気候ではかつて5メートル近い積雪となった年もある。与野地区と宮津地域の人口の水位与野地区を、形成する五集落宮津湾に流れ出る、与野川の上中流部の、与野谷と呼ばれる地域に位置する。丹後半島各地から湾に流れ出る河川の下流部には、 平野が発達していない場合が多いが、与野川は流れ出る土砂の量が多く、下流部の日置に、線上地制のデルタを発達させている。紀古、情勢屋、松尾、下与野の4地区は、京都府道75号浜丹後線などでつながっている、畑だけは、多集落と分け隔てられた場所にある。与野地区の中でも、標高の高い紀古屋、情勢屋は、 豪雪地域として知られており、冬季には積雪が200センチメートルを超えることも珍しくない。畑の南西にある鼓が竹、標高569メートルや、木湖の東にある塩切山、標高657メートルは、歴岩や安山岩などで構成されているが、情勢屋や木湖など与野地区の緩斜面は主に結岩で構成されいる。 急峻な斜面が、与野地区を取り囲むが、季子や、情勢屋には大規模な地滑り地形の上に位置し、山間地において、貴重な関係者地と、肥沃な土壌を持ち合わせている。丹後半島に、多くの隔絶農村が分布していたのは、この地滑り地形のためである。下与野は、瀬谷川左岸の貸し段球場に立地しており、集落と、川もは、旧街で隔てられている。 平安時代中期に書かれた和名書には、与佐郡内に七教があったことが記されており、与野地区は、日置里の一部であったと推測される。江戸時代初期の宮津藩、京国高地の時代には、宮津市域に17河村があり、与野地区は城西や村、与野村に含まれていた。1669年、漢文9年に、京国市が改役されて、 長井直行が入法すると、城生屋村は貴子村、駒倉村、城生屋村、下瀬屋村、松尾村、等の村の六家村に分割された。1888年、明治21年に、市政、町村制が交付されると、翌年に宮津市域に一町九村が発足し、分割されていた六家村と畑村が再び、与野村として成立した。 1890年、明治23年の与野村は人口1452人であり、対象年間まで1500人前後で推移した。個数は300個前後であり、1個あたり5人ほどが住んでいた。与野地区の山林率はさほど高くないが、地主性の発達が見られなかったこともあって、追悼単州は極めて低く、林業と畜産業の比重が高かった。家畜は、 和牛が多く、地域全体の1、4弱の和牛を使用していた。1954年、昭和29年の市政志行の段階で、宮津市は、第二次産業、第3次産業が第1次産業を大きくしのいで、いたが、与野村は、日置村などと共に第一次産業に顕著に依存した地域であった。昭和10年の農業、昭和10年の農業以外の第1次、 産業昭和29年、合併直前における産業部門別人口1954年、昭和29年、与野村、宮津町、栗田村、吉村、府中村、日置村、養老村、日谷村の一町7村が合併し、与野村は宮津市の一部に組み込まれた。1944年、昭和19年には、女性屋で学校と 民家一軒以外の集落すべてが燃え尽きる大火があり、丹後半島全体を襲った1963年、昭和38年2月の38号雪と合わせて、与野地区の過疎化を進めた。38号雪では600センチメートルを超える積雪があり、電柱がすっぽり埋まってしまうほどだったという。1961年、昭和36年には、朝田に、 1964年、昭和39年には、唐の、1972年、昭和47年には、小枕の各地区で過疎化の進行により、人家が消滅した。1970年代には、紀子に国営開発農地を造成する計画が持ち上がり、1983年、昭和58年国営農地開発事業。 単語東部として着手されると1988年、昭和63年に18.4ヘクタールの農地を持つ彦団地が完成した。1980年代前半には、過疎対策事業として、与野高原家族旅行村の設置計画が持ち上がり、1985年、昭和60年4月にオープンした。2007年、平成19年に与野高原は、 田んぼ店橋立大鉱山国庭公園に指定され、年間約2万人の観光客が訪れる観光地となった。ペンションや宿泊施設などがあり、遊歩道などが整備されているため、夏季には平時より3から4度低い気温を生かした避暑地として賑わい、秋季にはもみじ狩り、冬季には雪遊びやスノーハイクができる。2007年、平成19年秋には、 長沢雅彦監督作で、加藤老佐主演の映画、天国はまだ遠くのロケが、宮津市を舞台にして行われ、松尾の一本桜や、情勢屋の世や姫神社などが登場している。宇奈ば市が分布する近畿地方で数少ない地域の一つであり、情勢屋から京丹後市内山にかけての標高450メートル以上の区域に、 約六十ヘクタールがまとまった形で残されている。小なら、栗、水なら、市でなどの落葉紅葉樹林が広く分布しており、その他には杉、檜など新葉樹の植林も見られるが、造林の歴史は浅い。近世初期には材木産地として滝木毛や墨を日置の港から出荷していた。2002年、平成十四年、宇奈林を中心とした城生屋内産。 地域115.24ヘクタールは京都府自然環境保全地域に指定され、このうちの67.15ヘクタールが特別地区、野生動物保護地区と指定されている。情勢屋と、キコの境界付近には、約2.5ヘクタールの往復出現、標高約540から545メートルが広がり、学術的に価値の高い生物や生態系が保存されている。 与谷川と宇川の分水嶺付近に形成され、地下からの品栄養湧水が湿原を関与している。大水も家の大群落が湿原の前面を覆って発達しており、コ、ま、ウニユリオカトラノオホオグルマーボノソウ梅ウ草バ月土などの希少生物が分布しているほか、京都府指定天然記念物の八丁トンボが生息している。百七十三年、明治六年に学生が施行され、 宮津市域での小学校開設の動きが高まると、同年8月に、下与谷に、陶器だけの仮分教場が、翌年9月に、城西屋に、陶器だけの教場が開校した。与谷下、下与谷校は、大正末期から、昭和初期にかけて尋常化4学級と高等化1、学級に膨れ上がり、校舎の増改築が行われた。養育場、情勢野校も、 造改築や運動場の拡張などが行われ、1936年、昭和11年8月には紀子文校が誕生し、その後には、小枕文校、畑文校も生まれた。1947年、昭和22年には、与野村立与野中学校が創設され、1949年、昭和24年に、宮津町立宮津中学校の文教場となった。 戦後は過疎化の進行により、児童数の減少が止まらず、1966年、昭和41年には、小倉文校が、1972年、昭和47年には、貴子文校が廃校となった。2000年、平成12年に、与野小学校が休校となり、宮津市立日置小学校に統合された。廃校与野下仮分教場の流れを組む。 下与谷北西部にあり、1960年、昭和35年頃は100人近い児童がいたが、1963年、昭和38年の38号説による集団理想を機に児童数が激減した。2000年、平成12年に日置小学校に統合されて休校扱いとなっていたが、学齢児の児童が出る可能性がないと判断され、2004年、 平成16年5月1日付で廃校となった。洋区状況上の流れを組む、情勢案を望む高台にあったが、児童数の減少により1983年、昭和58年に廃校になった。2010年、平成22年5月、校舎が改修されて、富士売り伝承交流館として生まれ変わった。2010年、平成22年から、 学校敷地内に休憩所の建設が進められている。与野地区各地には、郷土製に富んだ民家が見られ、2010年、平成22年3月には、城西屋の山村と、里山景観が、京都府指定無形民族文化財に選定された。与野地区全体で、屋根勾配が急な入りもや作りの民家が見られるが、特に、城西屋では、笹吹きの民家が多く、 多くの民家が雪囲いをしているのが特徴である。吹き替えは村民の相互扶助によって行われていたが、過疎化や高齢化によって維持管理が難しくなり、現在では多くの民家の屋根が土壇で覆われている。城西屋では1944年、昭和19年の大火で全村が消失したため、古い建物は残っていない。城西屋南部の観斜面には棚田が広がり、 その景観などから、情勢屋は、日本の里百選、日本の里地里山三十選に選ばれている。これらの棚田には粉縄と呼ばれる溝が巡らせてあり、地下水を温めてから田に入れる工夫がなされている。情勢屋の棚田は1975年、昭和五十年には1405枚、約二十二ヘクタールが工作されてたが、過疎化の影響などから二千四年。 平成16年には311枚、約6ヘクタールに減少した。高齢な与野地区では、麺の栽培ができず、山に自生する、藤鶴の皮を剥いで寄った糸から、織物が作られた。貴重な現金収入を得るための農家の副業として、行われ、仕事に、敷布、畳の縁、のれんなど様々な用途に使われたが、生活様式の変化とともに姿を消していった。 これは、単語の藤織として、京都府の無形民俗文化財に指定されている。畑や、城勢屋などでは、天正年間から、陶器の副業として和紙作り、紙すきが始まり、陶器の現金収入源として盛んになって、藩紙、障子紙、ひくすり包み、戦時中などに使われたが、1978年、昭和53年に、製造中止になり、現在では、 保存会がその技を伝えている。城西屋の入り口には与や姫神社の鎮寺の森があり、五津天皇と皇神を祀っている。集落の西の外れには、臨済宗明神寺派の次元寺があり、その北にはかつて、成合寺の本尊聖観音像があったと、猿聖愛、奥院があるほか、奥院の裏手には、落差十九メートルを流れ落ちる調子の滝がある。下与や南部には、 山口神社があり、いくつかの彰子がある。集落北西部に、臨在修明神寺派の松源寺がある。城西屋と、下与屋の中間地点には、竜が住んでいたという伝説がある、竜系橋がかけられている。2003年、平成15年には与屋地区の地域活性化を目的とした NPO 法人、里山ネットワーク与屋が設立され、棚田の保全活動や、地域ガイド、 視察や研修などの受け入れを行っている。2004年、平成16年より、立命館大学の学生が、情勢や内の民家の修復に携わり、2008年、平成20年には、笹吹屋根の送付機会が完了した。2009年、平成21年には、村おこしの特産品として、京都府立大学の学生や地元住民などによって、泡餅が作られた。 2010年、平成22年7月には、紀子に伝わる、紀子の盆踊りが、約50年ぶりに活上演された。宮津市街から、丹後海陸交通路線バスの稲、河の入り、京上崎線で、日置まで行き、日置からや、畑線で、畑、下や、城西や各地区に行くことができる。宮津駅バス停から、下やバス停まで、約60分。 情勢やバス停まで約70分乗り換え時間含むである。ようや、畑前は2009年平成21年1月よりデマンド方式に切り替わり、週3日の運行日に予約があった場合のみ運行される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。